こんばんは、ナシュメロです、今回ですね、新しくやってくるエキスパートチャレンジ超生物の誕生編、これに挑戦してみたいと思います。非常にですね、難易度の高い究極よりもさらに難しいクエストなので、まあ、なかなか大変なんですけれども、今回、新たに出た SSR のカード、これがですね、ファイアボムに続いてスマッシュを変化させるアビということで、なかなか使えるのではないかと思いますので、ぜひとも獲得したいということですね。まあ、ただ難易度が非常に高いので、まあ、クリアできるかどうかは相当怪しいですね。はい、あとですね、わずか1分ちょいでやってきますので、来ましたら早速行きたいと思います。まあ、とはいってもですね、何も情報がないので、やはり一発クリアは難しいと思うので、やられたらですね、そこまでまた飛ばしてですね、行って、その続きをやっていきたいと思います。まあ、今、開口、地脈をたどる来訪者、極上とかが来てるんですけれども、まあ、これもですね、SSR を獲得できるので、順次獲得しております。まあ、明日にはですね、新しい降臨ガシャということで、黒 SSR の山岸由香子が登場するということで、まあ、そのですね、お知らせも来ていましたが、まあ、あんまりね、強そうな感じはしないですよね。はい、やってきましたね。今回の新エキスパートチャレンジ超生物の誕生編です。コンティニュー不可となっております。獲得できるドロップはまあたくさんですね。まあ、かなりいろいろあるということですね。果たして今の戦力でどこまでいけるのか非常に謎なところですね。はい、こんな感じですね。フレンドを選択しますので少し飛ばします。はい、というわけでですね、こんな構成でいってみたいと思います。リーダーがムダリオですね。そして、ジョペリ2、そして、ディーパス、シーザー、そしてフレンドからはナイフディオ。まあ、大体ね、高難度はこんな形で挑んでるんですけれども、果たして今回も通用するのかどうか、非常に、まあ、微妙なところですね。はい、そしてですね、ムダディオには、これが我が逃走経路だ、階段を降りたな、そしてファイアボムを装着しております。ジョペリは完全生物と、最近のジョースケの、青ジョースケの敵同士が接触するとダメージが入るアビですね。ディーパスはやらせて先導を、そして完全系のやつですね。で、シーザーは援軍スキルチャージとかを搭載しております。で、フレンドのナイフは、積もる恨み、そして、焼けっぱちが入ってなかったのかな、ナイフトラップと欠陥心だったような気がしますね。さて、第一ステージ、さあこんな感じですね。アイディアスキル恐怖からのスタートという感じですね。そして軍人が2体、アタック 1.5 倍が2人。そうですね、比較的おとなしめな第一ステージですが、増援が6いますね。結構多めな感じです。さて、まあ、この辺は結構なんか簡単にクリアできそうな今感じがしておりますが、果たしてどうでしょうか。まずはジョセフ、あ、いきなり没収ですね。で、恐怖の移動距離弾は 30%。 いきなり没収ジョセフからスタートですか。そして、軍人はアタック 1.5 倍のみですね。まあ、特に難しいスキルはないようですね。こちらも同じような感じです。さて、ムダディオのおかげで増援が、遅延1されておりますので、全体的な遅延1なので、まずは G パスからいきましょう。とりあえずディーパスで補填してから攻めていきたいと思います。これは、没収がいるので、まあ、何で倒しても、まあ、ゲージはなくなりそうですね。なので、まあ、ナイフでも、ジョペリでもいいと思いますね。とりあえずディーパスをかけたので、まあ、ある程度増援には対応できるかと思います。とりあえずこの、ジョペリは、恐怖耐性は完全に積んでおりますので、移動距離が落ちることはありません。まあ、やはりね、ずっとナイフの転化が続いていましたので、そろそろナイフがね、もしかしたら怪しいのかもしれないですね。ただこの第一ステージはナイフは非常に使えそうな感じですね。ただあとはゲージを回収して、まあ、とりあえず第一ステージの増援と戦いたいと思います。さあゲージは全部持ってかれて、さあどんな感じだ。アラビアファッツ、イギー、ルール、シュトロハイム。とりあえずカウンターと移動距離3分の2のイギー。シシュートヒムのスマッシュカウンター、ルール。まあ、その、表示が出ましたね。
さて、こうなってくるとですね、とりあえずゲージがないので回収しなきゃいけないんですけれども、アラビアファッツは、まあ、移動終了時に全範囲に 250% のダメージという感じですね。はい。そしてシュトロハイムは、1万1000の自爆ダメージとなっております。これはまあ、とりあえずカウンター無効になっているジョセフで、あ、ジョセフじゃない、ジョベルで、ゲージを回収しておきましょう。お、いい感じですね。まあ、やっぱりね、このカウンター無効ってかなり強いアビだと思いますね。ゲージ回収が非常に楽ですし、何より結構ディーパスが乗るので、火力もあるということで、こんな感じで倒せてしまうと。うん。第一ステージは、とりあえずこのジョンペリーとディーパスがいれば大丈夫そうな感じですね。はい。とりあえず倒しまして、コマンドスキルも打てますが、まあいらないでしょう。実際は打った方が良かったのかもしれないですが、とりあえず、他の村人とかのゲージも溜まりそうですし、まあ大丈夫だと思いますね。はい、4ゲージいきました。そして援軍がジョナサンとシーザーですね。これも没収なのかな。没収シーザー最近出てきますかな。あ、これは大丈夫ですね。ただし意志の継承を全開してくれます。そして北風のジョナサン、これはもうナイフでいいですね。ただ、この紙ですと、ジョペリだけでもこの1ラウンドはやはり押し切れますね。うん。あ、血管心の結果とやはりナイトラップですね。で、あとツモードなんで。焼けっぱちがないパターンですね。さて、無事これは第一ステージは通過という感じになりそうですが、さて、この後どうなりますかね。そういえば最初見損ねたんですけども、これ何ラウンド構成なんでしょうかね。ラウンドクリア。さあ、第2ラウンドですが。あ、7ラウンド。結構長いですね。そして出てきたのが、怪奇な顔戦。フォーエバー。そして、ジョータロー。ゼベリ、カメオ。没収カメオですかね。最近カメオが3ゲージ持っていくパターンが増えてきたので、結構嫌ですね。じゃあ壁に、今回は接触ダメージがあるので、さてどんな感じで攻めていきましょうか。とりあえずカウンター系はいない感じですかね。怪奇な貨物船レベル2。そして、怒りの炎ですね。そしてヒットされるたびに、自分の行動感度が2減る。そして意志の継承のツェペル。で、カメオは、ヘイルトゥーユーですね。スキルゲージを3ゲージ持ってきます。死亡した時に。さて、これもまあ、とりあえず、無駄利用のおかげで、カウントに余裕があるんで、またディーパスが受けます。さて、壁接触ダメージがあるので、ナイフを使う方がいいのかな。まあ、3ゲージ持ってかれますけれども、ジョペリは2ゲージで打てますので、満タンから3ゲージ持ってかれても、まあ、事実上、ジョペリのコマンドスキルは打てるので、大丈夫ですね。まあ、とりあえず、ここまではやはりナイフ利用がなくても、対応は可能っていう感じはしますね。まあ、ジョペリを動かすと壁接触で味方が死んだりする心配があるので、まあ、ナイフの方が安全ではありますね。さて、とりあえず、ここは倒しました。ただし3ゲージ持ってかれて2ゲージからとなります。そして増援が4体。さて、どんな感じでしょうか。あ、火鏡印。全面スマッシュカウンター、禁止印ですね。そして、ジェイガイルとホルホースのコンビと、スティーリー、ダンですね。まあ、特には問題はなさそうですかね、ここも。階段降りたな。で、この階段降りたながね、結構、要所で入ってくれると助かります。アタック 1.5 倍のホルホースに、
カウンターでスマッシュの発動を止め、相手の移動距離を2分の1にする。で、3ヒット目まで自身の攻撃はダメージが1になる。そして全面スマッシュ反射の加強印ですが、まあこれは、ジョペリのコマンドスキルでいきましょう。リーチを回収しながら、全体にダメージを与えていきます。で、このジョペリはディーパスが乗ってますので、問題なく全員倒せると思いますね。そして、ゲージも全部回収できそうな感じです。まあ、先導パワーがあるので、実質2ゲージあれば次は5ゲージからいけると思うんですが、何があるかわからないですからね。次の開幕に。さて、どんどん回収していきましょう。このジョケリのためにですね、本当に、ハイコンボカウンター、カウンターじゃない、ハイコンボ、ダメージブーストみたいなのが、ジョータロー&、こんなレフェルになってるんですけれども、ハイコンボアタックブーストですね。それが非常に欲しいですよね。はい。無事に通過となりました。さあ、第3ラウンド。まあ、ここまでは特に問題はないかなと思います。さあ、どうでしょうか。マニシブ、あった、スキルゲージ10分の1。ただ一応、ナイフディオ以外は10分の1になっても、完全形をつけていますので、問題はありませんね。ただ今のところ完全がまだいるという感じじゃないですね。リーパスに完全つけなくてもまだ対応できるレベルです。これ10分の1になってもまあ5ゲージはありますからね。とりあえずファイアボムで目玉を掃除してからっていう感じですかね、これは。うん、特にはないですね。スキルゲージ10分の1と目玉を設置するだけということで。これを倒してからが本番という感じがしますね。とりあえず目玉掃除。からの、ああ、真の能力が発動してしまいましたが、まあ、とりあえずこれはあまり関係ないですね。で、リーパスを発動してから、倒しますかね。まあなんか、やはり7ラウンド制ということで、まあ序盤からね、そんなとてつもなく難しい敵は配置してこなかったという感じでしょうかね。さて、木の葉の生命磁石で倒しながら進みましょうか。ゲージも解消しておきます。結構張り付いた敵も剥がしやすいので、非常に便利なコマンドスキルです。いい感じですね。いい感じで回収しつつ倒しております、まあ、結構やはり体力は多いですよね。この、ドナペリは4色ないとちょっと力を発揮できないケースも多いので、おっとついに来ました靴、まあ、そこら辺が難しいところですね。なるほど、スマッシュスキルゲージカウンター、これは最近のこのディオの持っているアビですよね。さてどうでしょうかね。見たところジョペリで一掃できそうな感じではありますが、スマッシュスキルゲージスマッシュカウンター、そして苦痛、そしてラバソ、あ、これは普通ですね。殴ったところに食らいついてやるぜ。そして上院議員にできないことはない、アタック 1.5 倍。はい。そして、抜け策もアタック 1.5 倍。ああ、なるほど。これはもうジョペリでいけそうですね。やはり、苦痛には強いのと、カウンターも問題ないということで、相性良さそうですね。130、あ、大丈夫ですね。削れそうです。もう最初のゲージの減り具合で、大体わかりますよね。いやー。ここまでは、まだ大丈夫ですね。はい、無事でした。そして、ゲージも回収。
サ増援でも書いてくれます。うん、キャプテンテニール、リッサリッサ、ジャック・ザ・リパーにタルカス。そしてまだ苦痛ですね。ちょっと苦痛と恐怖だけなら、ジョペリでも対応可能です。そしてキリンを設置してきましたが、これもね、完全生物だと食らわないので、非常に助かりますね。なるほどね。とりあえず、コンボスカウンター。うん、これは倒さないと逆にこっちは死んでしまうパターンですね。キャプテンデニールは、ウロコカッターですね。そして海中戦で風接触停止。そして、ジャックダイパーは苦痛、メスばらまき。タルカスはチェーンデスマッチ、3分の1ですね。そして77人組と。これもジョペリで倒せそうです。まあ、この感じですと、このラウンド3までは、ナイフなしでもいけそうな感じがしますね。まあ、この壁反発の方はちょっと時間がかかるという弱点がありますが。わ、すごいな。あれ？これリサリサあれですかね？接触ダメージ増加がついてるのかな？ 2400 万とか入ってるから、接触に弱いタイプですかね。こういう、敵スキルはあれなんですよね。ナイフディオとか、時止めに対して、アンチなんですよね。時を止めちゃうとそれが無効になるので、接触ダメージが通りにくくなると。3600万。やっぱりこれ、何百倍かのダメージが出てますね。多分100倍かな？接触100倍ダメージを食らうっていうアビリティですね。まあ、50倍かもしれないですね。2400万だから50倍ですかね。はい。というわけで、第3ラウンドもクリアですね。非常に順調に来ておりますが、まあ、本番はここからのような気がしておりますよ。さあ、第4ラウンドどうでしょう？あ、山岸優格子が出てきた。なんかちょっと怪しげな感じがしてきましたね。どんなことですか？登場時味方、マイシュボーイと同じタイプですか？スキルゲージが、溜まりにくくなる。山岸優格は他の場面でも登場してたので、まあ、これが初の対決ではないですね。どこだったかちょっと忘れてしまったんですが、何回か会ったことありますね。はい、メッシーナ、カウントリミットと意思の継承。ああ、英語の試験16点。16ヒット以降のダメージが1になる。ああ、これはジョペリーと相性悪いですね。そして、スキルのゲージの溜まりが5分の1。まあ、マニシュの若干劣化したバージョン。そして、冷凍ディオですね。はい。そして、ロギンス。ロギンスも意思の継承とカウントリミット。ストレイツは、復讐者の、後継者の一撃とカウントリミットですね。どうしますかね。とりあえず、ゲージの溜まりが抑えられちゃってるので、やはりジョペリで攻めたいですかね。ジョペリだとユカコだけが残るけど、まあ、弱点もあるし遅延ができるので、それも悪くないかなと思います。とりあえずディーパスから行きましょう。カウントリミットを持ってない敵でしたら、本当にいくらでも遅延する放題なので、まあ、そこら辺は非常に助かりますよね。で、ここで、まあ、ジョナペリで、一気に。とりあえず、ユカコ以外がこれで落ちるのではないかと思いますが、どうでしょうか。さあ、来い。いい感じに削れてますね。まあ、ユカコ以外がここから削れますよ。大丈夫そうですね。これは、他4体は全滅ですね。そしてゲージもあっさり回収。で、意志の継承でやっぱり回復されてしまうので、一発で落とすのはちょっと無理ですね。2340万ありましたか、今。ちょっと難しいですね。で、さらに生命磁石でちょっと削っておきましょう。
まあ、基本的に2ゲージしか使わないので、回収は、1体でもほとんどできますね。まあ、リーパスさえ入っていれば、移動距離が伸びて、回収は比較的容易という感じの、まあ、このジョペリの強みですね。はい、これで OK です。そして、造園どうでしょうか。ワンチェン、歌教員、エンヤバー、アブドゥル。毒瓶設置どんな感じですかね。また禁止印ですね。さっきも出てきた禁止印。二度目。うん、毒瓶設置のワンチェン。ヨンジユカコは、そのまま残ってますね。そしてアブドゥルが、カバウですか。行動終了時とか毎ターン終了時にダメージを与えてくるエンヤバー。まあ、これは、ムラディオで良さそうですね。一気に吹っ飛ばしていきましょう。さあ、どうでしょう。ムラディオも逃走経路がついてますので、ゲージ回収は結構できるんですね。5分の1になってるのも影響がないので、そこら辺が非常にありがたいです。これもユカコ以外が倒せそうですね。ユカコだけやたら落としにくいという、この第4ステージです。でこれは、ゲージマックスになると、止まるようになったんですけれども、敵が全滅していないと止まらないので、今回の場合、ユカコが絶対死なないので、とりあえず最後まで、ちょっと、長いですけれども、動いちゃいますよね。16ヒットが1以降が1になるって本当に嫌な味ですよね。はい、こんな感じで。まあ、カウントも8ですから。まあ、問題ないでしょうということで。とりあえずもう一回ムダムダをして、飛ばしましょう。ちょっともったいなかったかもしれないですけど。まあ、とりあえずね、ゲージもそこそこ回収できますので、問題はないかと思いますね。そして4ラウンド最後の増援はなんだ？カーズ。おーっと、狂気。70% ダウン。結構きついな。そして先制。そして行動カウントが2減ると。斜め。なるほど。結構4ラウンド最後に嫌なのが出てきましたね。70% 軽減されてしまうと、一気に落とさないとダメージが通らないですよね。さて、まあ、特には他にはないですかね。動いたら没収するとかいうカーズの得意のものは持ってないですね。で、5以上でカウントリミットになってしまうと。攻めにくいキャラですね。カウントリミットもあるし、ヒットされるたびに自分の行動カウントは2減ると。さらに先制を持っている。そして狂気も持っている。いやらしい。本当にいやらしいですね。とりあえずナイフのゲージがないので、どうしましょうかね。ムダディオで落とせるのかな、でもこれ。70% でも減っちゃいますからね。もうエリアスキルの真っ只中に今もう入っちゃってるので、そこが痛いですね。味方を使って押し出す感じがいいのかな。ただ接触を変な接触してしまうと、敵の行動感度が減ってしまうので、本当にやりにくいですね、この最後の敵は。ちょっと配置も良くなかったですね。とりあえずリーパスで押しますか。あっと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 、あ、まずい。やばい。そんな感じなんですよね。あっと、危ない。とりあえずやらせがあるので大丈夫ですが、こういうのは致命傷になりますからね。とりあえずでも、範囲から出れたので、これは倒せるかな？さすがに。とりあえずですね、ジョナペリで、カーズの弱点を吹きつつ、少しゲージを貯めてナイフで倒すみたいな感じで行きましょうかね。まあ、4ゲージにはすぐ到達しそうなので、まあ、なんとかいけそうですね。
基本的に上ペリはですね、カウンター無効なので、敵の行動カウントを減らしてしまう心配はありません。チェックメイトと。これはおそらく、エリア外からのこの、ナイフトラップと欠陥心のコンボで倒せそうですね。はい、大丈夫そうですね。最後に30連ダメージがありますので、かなり余裕があるそうです。はい、というわけで第4ラウンドもクリアですね。ただちょっと嫌な敵が出始めましたね。ちょっと怪しいですよ、これ。さて、第5ラウンドどうでしょうか。ジョセフとシト。そしてエリアスキルがサクラン。なるほど。スマッシュが打てなくなるやつですね。全員耐性がないので、これはスマッシュが打てなくなりますね。そして、相方がシトロハイムなんだ。これどうなんでしょうね。増援が7体。これも結構多めですよ。果たしてどうでしょうか。お前の中で生きると。あー、没収を持ってますね。死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らす。で、行動の先読みですね。で、シュトロハイムが、ん?超絶自爆。再起不能になると自爆して範囲内の味方ユニットに瀕死ダメージを与える。はー、またいろんなものを作ってきますね。まあ、とりあえず、これはどうなんですかね。怖そうなのは持ってないので、倒せそうですが、まずはDパスから、行きましょうか。これ、スマッシュが打てなくなっちゃうので、動いたキャラによってはまずくなりますので、これナイフは動かさない方がいいですね。絶対没収されちゃうんですけれども、スマッシュを打てる状態にしておきたいので、スマッシュと関係ないファイアボムをつけている、ムダディオで倒すのがいいかと。思いますね。ファイアボムですと、スマッシュという判定ではないので、このサクランを食らっても、ファイアボム自体は、使ったままでいけると思います。さて、これでちゃんと倒せるのかどうかはまだ知らないですが、どうでしょうか。ああ、大丈夫ですね。結構入りました。もうこれだけ減ってれば、押し切れると思います。で、倒した後にゲージを根こそぎ持ってかれます。このヒット数カウンターは非常に敵の中では嫌なスキルではありますね。で、今回の場合はそれに対応して、このジョペリを入れています。超絶自爆。これ D バス大丈夫なのかな?瀕死になるだけなので、1でも死なないんですね。どの番?カウンターとサボテン設置。はい。そしてもう一体がナイフディオがいますけど。これはどうなんでしょうか。ちょっと難易度が上がってきてる気がしますね。はい。ナイフディオ。かかったな、ジョータロー。ああ、ゲージ没収。そして死亡時ナイフばらまき。根絶やしにせねば。5ヒット以上いかなかったらダメージですね。なかなか嫌なものを持ってますね。そしてどの番はカウンターとサボテンですか。まあ、サボテンは波紋使いで突っ込めば敵にダメージが当たるという逆に利用できるアイテムでもありますが、今回は、ゲージがないので、とりあえずジョペリでサボテンを壊しつつゲージをもらいつつ行くのがいいかと思いますね。まあ、その前にちょっと回復しておきます。まあ、チップはね、あんまり使うダメはないので、まあ、エキスパでしたらガンガン使っちゃう感じですね。さて、どうでしょうか。ある程度ゲージ欲しいですね。できれば倒したいんですが、さすがにそこまでの火力はないかな。まあ、でもいい感じで入ってますね。いい感じ。あー、でもダメですね。で、3ゲージ行きましたか。これはナイフで倒しちゃっていいのかな。
ただ没収されちゃうんですよね。なかなかゲージ管理が難しいラウンドですね、ここは。とりあえず、ナイフだけ倒しますか。で、どの番は、その後、その後倒した方がいいのかな。あ、でも死んじゃったかな。どの番だけ倒して、1点何ゲージを残した方が良かったですね。はい。ただ、火力がありすぎて、多分、残すのは無理だったかもしれないですよね。そしてナイフをばらまいて、さあどうでしょうか。増援サンタナとジャック・ザ・リパー。おっと、来ました。エリアスキル威圧。コマンドスキルが使えなくなります。そしてナイフですか。あっと、先制攻撃を持ってる。マイターナイフばらまき。嫌な組み合わせですね。これはちょっと嫌な感じですね。ですね。サンタナがアイテムとしてディフェンスブースト持ってるんですね。そして取り込む肉体といいやつ。奇襲。フィールド上に設置したメスの数に応じて、あ、こいつも持ってるんだ、ディフェンスブースト。ということは、アイテムを全部破壊した上で攻めないと倒せない。ただ、奇襲を食らってるので、行動カウントが1ということで、ファイアボムを使う隙間がないんですね。あ、これは難しいですね。ナイフのダメージが、こっちにどれぐらい通ってくるのかも結構重要になってきますが、コマンドスキルをすぐ打たれそうな感じなので、これは困りましたね。いきなりコマンドスキル体制に入ってますね。で、接触メスばらまきのジャックですね。ナイフ利用のスマッシュならナイフを壊せますが、倒せない気がしますよね。アイテムするディフェンスブーストが非常に、まあ、厄介としか言いようないです。とりあえず回復しながら行ってみましょうか。これは倒せないですね。サンタナの方がちょっと今位置的にダメージが通りやすくなってるんですが、ナイフとかをやっぱ全部倒してもですね、こいつ自身のこのナイフにもディフェンスブーストが反応してしまうので倒しにくいですね。ただ結構減ってはいるので、うまくやれば倒せるかもしれないですね。下のジャックにナイフをわざとばらまかせてから、スマッシュみたいな感じで、そのナイフも利用するという感じでいけば、いけるかもしれないですね。このラウンド結構嫌ですね。このゲージがやはりない状態でしばらく戦わせられる上に、アイテムを壊す隙間がないっていう。まあ、運よく階段降りたのが発動すればいいので、フレンドに今のところあまりナイフが役に立ってないんで、ハイディオとかを入れた方がいいという可能性もこれはありますね。遅延要因ですね。今のところはそんな感触が少しあります。サンタナ倒せないかな、これ。サンタナ倒せれば大丈夫ですね。微妙。これは微妙だけど、ちょっと解かないのかな？ああ！で、このコマンドスキルの威力はどれぐらいかっていうことですが。13,000。うわあ、これは死んじゃったですか。さすがに。痛そう。95,500。うわ、無理ですよ。リーパスで防御力上がってるんじゃないですからね。これは、負けましたね。ここでこういう状態になったらもう絶対勝てないですね。とりあえず、木の葉の生命磁石で、この2体は倒せますが、その先がね、もう無理ですからね。一応この次だけ見て、撤収しましょうか。一応先のね、
敵の情報を見ておくのはこのエキスパですと非常に重要なので、さてどんな感じでしょうかね。一応ゲージも回収しておきましょう。まだ2ラウンドあるので絶対勝てませんけどね。はい、城太郎とマニス、うわー、徹底したこのゲージ管理させない系っていう感じですね。はい、というわけですね、まあ、今回はこれでおそらく無理だと思うので、この後ですね、もう一度挑んでですね、先ほどサンタのところまで飛びたいと思います。はい、というわけで、さすがに1回では攻略ならずということで、2回目に参りたいと思います。無事ですね、またサンタのところまでたどり着きました。デフレの、ナイフのアビが若干変わっておりますが、それ以外は先ほどと同じですね。さて、今回もですね、こんな感じで、没収されてナイフをばらまかれております。あっと、そうですね、この階段を降りたらこれが発動してくれると全然違いますね。非常に助かります。まあ、約 50% 弱で発動するんですけれども、これが通すると一旦の余裕ができるので、ファイアボムでアイテムを壊せるということですね。これは非常に大きいです。アイテム数ディフェンスブーストを吹っ飛ばせるので、非常に重要ですね。はい、お、しかもザワの真の能力も発動したので、今回このムラディオさん非常に好調でございます。敵のターンも吹っ飛ばしました。さて、改めてこれで攻めるんですけれども、まあ、とりあえずね、ゲージがないので、どっちがいいんだろう。ナイフ利用で倒しちゃった、でも、アイテムディフェンスブーストがあるので微妙かもしれないですね。とりあえず一旦の余裕があるので、試してみます。一発目だけは結構いいダメージが入るんですが、このフレンドのナイフさんですと、3回しかスマッシュができないので、足らないですね。このラウンド本当に結構ちょっと嫌ですね。このサンタナとこのジャックの処理は嫌らしいですね。まあ、とりあえずここまで削れたので、ジョペリで倒せそうですね。まあ、ジョペリに関しては接触カウンターは大丈夫なので、心置きなく攻められます。ただコマンドスキルがね、使えなくなっちゃうという弱点があるんですけれども、まあ、威圧っていうのは本当に嫌なアビです。ジャック・ザ・リパーを、できればこれで倒しきりたいですが、まあ、コマンドフリーズがね、使えなくなっちゃったんで、まあ、そこは痛いですね。ちょっと難しいかな、これだと。角度も良くなかったですね。そして増援が、ジョー太郎。そしてリーパスがようやく復活ということで、ここはゲージをもらっておきましょう。やはりこのラウンドはゲージ管理が非常に難しいですね。で、ムラディオでこれは倒しちゃってもいいんですかね。特に問題なさそうですね。ある程度ゲージも戻せるので、あと増援が2だけということで、いけそうな気がします。いい感じ。あとはどこまでゲージを回収できるか。これまあ一応2ゲージあれば生命磁石が打てるので、おそらくこのラウンドはもう大丈夫かと思うんですけれども、まあエリアスキルによっては微妙ですよね。あ、ダメか。威圧を食らってるから生命磁石打てないんですね。まだマニッシュと、そしてシーザーですね。先制シャボンカッター。さらに先制シャボンカッター。これはもういかにも無駄利用でアイテムを処理したいんですが、無駄利用しかコマンドスキルが打てないというこのジレンマですね。非常にこれは悩ましいところですね。しかも没収シーザン。いやらしい。
まあ、とりあえず、ナイフの力をフルに発揮できる条件が揃ってますので、ナイフで倒してみましょうか。これでも、どうしよう。倒さない方がいいかな。パスしましょう。倒しちゃうと、アイテム処理ができないし、没収されてしまうので。で、ここで一回、没収、じゃなくて、アイテムをね、破壊します。ファイアボムのね、レベルが上がれば今のでも倒せそうですよね。ただ、アブドゥルを重ねるのは結構大変なので、そこが難点ですね。チップは惜しみなく使っておきましょう。多分これで倒せると思うんだけれども、どうでしょうか。ただまあ没収されてしまうんでね。12ヒットならちょっと残ると思うんですが、どうでしょう。1ゲージ一応残りました。さて、第5ラウンドもなんとかクリア。そして第6ラウンド。お、ワムー、ミドラ、マニッシュ。そして、スピードのエリアスキルは狂気。いやー、狂気は嫌ですね。うわー。しかもまたスキルゲージ10分の1。目玉も設置。アイテム数ディフェンスブースト。ん？古代ローマのなんちゃらなんちゃらって今出ましたね。なんだろう。フンドパワー。いやー、なんか嫌な感じですよ、ここも。これ、狂気対策のキャラ入れないとダメかもしれないですね。この、今回のエキスパは。狂気って誰ですかね。東方丈介とか、ジョセフ&リサリサとかですかね。赤ジョセフ&リサリサが確か狂気だったような気がしますが。これは、どうしましょう。とりあえず、ナイフリオとか、その前に適用を見ておきましょうか。ミドラ。コードはダイヤモンドと同じということで、ヒダメージ2分の1ですね、接触時。おせっかい焼きのスピードワゴンと、3% からですね。カウントリミットに神津嵐、狂気、古代ローマの戦車デスマッチ、登場時敵味方勢力のアタックを10倍にし、味方勢力のスマッシュ範囲を10分の1にする。これはあれですね、時止め対策のやつですね。つまり今アタックが10倍になってるんですね。ただ、おそらくそのせいで敵の体力も多そうですね。時を止めるとアタック10倍が無効になってしまうので倒しにくいという感じのアビですね。なるほど。完全にこれナイフ対策ですね。そしてマニッシュがスキルゲージ10分の1、目玉の恐怖、アイテム数、ディフェンスブースト、レベル10。うわ、これは嫌だな。どうしたらいいんでしょうね。とりあえずディーパスですかね。カウントのでも余裕も全然ないですね。神津の嵐がすぐ飛んでくるし、食らったらおそらく壊滅でアウト。目玉もあり、そして狂気。かなり難しいなぁ。これ狂気キャラ本当に対策でないと無理かもしれないレベルじゃないですかね。まあ、敵の体力にもよりますけどね。こっちのアタックが10倍になってるので一気に倒せるなら問題ないですが、ちょっと嫌な予感しかしないですね。さすがラウンド6ですね。カウントリミットもそうですよね、あるんですよね。コードカウントが3以上になると自身のコードカウントを0にする。うわぁ。そして神津嵐を撃たれてしまうと。これ無駄利用も使いにくいのか。無駄利用でコマンドスキル打っちゃうとカウントが果てしなくいっちゃいますからね。とりあえずはディーパス、すげえ今悩んじゃってますけども、どうしたらいいものか。これはあれですね、ジョペリはダメですよね。移動してこのワムーのエリアに入っちゃうたびにダメージが減っちゃうので、とても落とせない気がします。まあ、とりあえずディーパスを打っておきましょう。というわけで、はい、こんな感じですね。
でもこの後が見えないんですよね。まあ、ムナリオのコマンドスキルですかね、やっぱり。まあ、それにかけるしかないですね。はい。とりあえず回復してから、いやー、これどこまで削れますかね。なるべくこのワムーの狂気に入らないように打ちたいですが、まあ、結構難しいですよね。ワムーにもやっぱ当てないとダメですよね。とりあえず、アイテム数ディフェンスブーストを防ぐために、味方を吹き飛ばしつつ、うん、こんな感じでどうでしょうか。これでどれぐらい減るかが非常に重要ですが、はい。188万ずつ入っていますが、そこまで減ってないですよね。厳しい。まあ、スピードワゴンだけは速攻死んでますね。結構体力多いですよ、これ。で、もう狂気にもちょっと入っているので、ダメージが落ちてきました。440万ですか？これはかなり体力ありますね。1億以上は確実ですね。マニッシュが、アイテム数ディフェンスブーストのせいでほとんど削れないと。これがなかなか厳しいですね。そしてミドラーのスキルも発動されてさらに削りにくくなってしまいました。でもこれはしょうがないですね。ムダリオを打った場合はどうしても当たっちゃうと思います。さあこんな感じ。そしてカウントリミットでゼロになりますが、一応ワンモア取れてるのでまだ大丈夫です。3% 回復でどれぐらい回復するかでだいたい HP がわかりますよね。はい。3000万 ?3% で3000万。ということは10億。いや、それは怖い。考えるのも嫌ですね。はい。というわけでですね。ワムーを最低に遅延させつつ、次のキャラに渡したいと思います。なるべくアナイフリオとかもこの狂気エリアから出したいですね。いい感じ。お、よし。そして、これ以上は遅延させちゃダメということで止めましょう。非常になんか、トリッキーな状態ですね。そして、援軍でできたのがカメオ。ヘイルトゥーユー3ゲージゲットですか。これどうしましょうかね。ジョペリで、カメオを倒しつつ、ワムーをうまく遅延させる感じですかね。まあ、カメオを倒せば遅延させなくても大丈夫ですかね。とりあえずカメオを倒します。アタック10倍になってるので、おそらくミドラーとかが入ってない状態なら倒せると思うんですが、どうでしょうか。あと5ゲージに持っていきます。どうですか。いい感じで、カメオに当たってる気がするんですが、どうなったんですかね。ちょっと見えにくいですが、あ、倒してそうですね。はい、あとは、5ゲージに持ってきます。3ゲージ没収されても、再度、この、ジョペリの、コマンドスキルが打てる状態になっていきます。これはどこで止めてもいいのかな。とりあえず条件は今満たしておりますが。はい。止めてみましょう。こんな配置。で、カウントリミットされますけれども、まだ大丈夫。で、この後、ワムーを2ターン遅延させつつ、この葉の波紋疾走。3ターン以上遅延させてはいけないという感じですね。いや、これはでも結構ゲージも回収したいので、なるべく動いてほしいんですけれども、3にしちゃいけないので、まあ、そこら辺は、半分、みたいな感じになりそうですね。さすがにそこまでの軌道を読み切るのは無理ですのでね。まあ、とりあえず、なるべく弱点に当たらないような角度で打ち出していきたいという感じでしょうかね。できればマックスまで貯めたいですけども、それまでに当たっちゃうと思うんですよね、弱点に。さあ、こんな感じで、発動してみましょう。
とりあえずミドラーとね、マニッシュは十分遅延できてるので。あとはワムートの決勝ですよね。うん。まだ当たっていない。なるべく当たらない方がいいので、ギリギリまで粘ってほしい。いい感じ。いい感じで、ゲージを回収しております。まだ当たってないですね。あっと、ここで1回。あと1回しか当たれない。2回当たっちゃうと、カウントリミット発動です。3ゲージ。ああ、当たりそうでうまいこと当たっていないのがラッキーですね。とはいえ、1のままだとまずいので、最低あと1回は当たらなきゃいけません。当たらなすぎもちょっと困ります。当たったのかな今。どうだろう、ちょっと見にくい。当たりましたね。ゲージも結構回収できており、テネスギーは、あー、また狂気。うわ、えげつな。え、ランダム掴んだ魂を。これなんだろう、ちょっと今見えなかったですね。何されたんでしょう。登場者発動、ランダムで味方ユニット1体を3ターンの間、芝居付け状態にする。で、接触でスキルゲージが1減る。カウントリミットで、無駄ディオが3ターン動けなくなったですって。これは詰んだ。これは厳しい。ナイフの出番でしょ。ナイフでテネス倒せるかな。倒せないと思うんですよ。まあ、10倍になってるから倒せんのかな。でも狂気の中に今入っちゃってますしね。位置取りもこれ悪いですね。倒しても、でもワムーが弱点の位置が最悪なんですよね。これはミドラーのですね、アビで重くなっちゃってるので、マニッシュが動かせない。で、ワムーが今1で弱点があの位置。ワムーも動かせない。神砂嵐を防ぐには時を止めるしかないけど、ここで4ゲージを使っちゃうと後が厳しすぎるし、その後どっちにしても弱点がつけないという。いやー、とりあえずテレンスが倒せることに期待するしかないですかね。ナイフのこのスマッシュだけでテネスが落とせることに期待していってみましょう。分の悪そうな賭けですね。これに倒しても、でもワムの弱点がつけないんですよね。あ、ダメですね。うわ、終わった。これはどうしようもない。神津嵐を食らっては、ん、おお、これはすごい。これはすごいラッキーを拾いましたね。誰も死ななかったという。うまいこと今避けましたね。まだ一応これワンチャン残りましたか。でもこれ無駄ディオが動けないのが痛すぎますね。あのマムーを倒せそうなのは無駄ディオだけなので。まあ、とりあえずターンが済んだので、テレンスはナイフで倒せそうですね。まあ、とりあえず魂チップを使っておきましょうか。神砂で生きるとはすごいついてますね。これはでもテネス倒す感じで良さそうですけどね。なんかマニッシュ、思ったより体力あるんで、マニッシュ落とせないんですよね。テネスは、さっきの感じですと、もう落ちますね。とりあえずテレンスに接近しつつのナイフばらまきで倒したい。ただちょっとマニッシュは邪魔。あーっとっとっと、大丈夫かな？ん？あー、大丈夫ですね。はい。とりあえずテレンスは撃破で、この後はワムーの弱点を1回だけついておくという感じですね。2回ついちゃうとカウントリミットでまた神砂嵐をもらって、今度は、さっき言った運の良さはありませんし、まあ、ディーバスは1回の復活の権利を使ってしまっていますので、さすがに誰かは死んでしまいますね。さて、とりあえず弱点をつきつつ、マニッシュを少し削る感じですかね。で、2回弱点に当たっちゃうと終わるということなので、非常にまたデリケートな感じですね。これ難しいな。角度が狭い。ん？はい、1回。これ以上当たれない。あ、もうここでいいですね。
これ以上動かすとなんか、まだ突っ込んじゃいそうですね。マニッシュをちょうど削れる位置なので、このまま連打しましょう。マニッシュでもどうなんでしょう、これでどれぐらい減ってんですかね。ちょっと、ゲージは見えないですけれども。そして増援がまた来ますね。はい、ケニー G。なるほど。ここで迷路の幻覚ですか。あ、これあれですね。テレンスが死んだので、ムラリオがまた動けるようになってたんですよね。3ターンといっても、術者が死んだ場合は大丈夫なんですね。ちょっとでもこれ配置が微妙ですね。ムラリオのコマンドスキルが全員に当てにくい。ので、リーパスでケニー G を押しつつ、ワムーの弱点に当てて止めると。ケニー G が下の方に行くと思うので、ちょうどなんか接近してくれそうな位置なんですよね。うん。ケニー G はそんな体力がなさそうで、今、ターン数も2でしたので、とりあえず1ターンの余裕はありそうですね。まあ、とはいえ、ちょっとこのね、壁をすり抜けていく感じの角度はちょっと難しいので、危険なショットではありますが、まあ、ある程度、なんとかなりそうな配置ではあるんですよね。これでいけそうな感じですけど、どうでしょう？うん。大丈夫でした。そして、まあ、止めておきましょう。で、こんな感じで、ケニー G を寄せてからの無駄ディオですね。まあ、あれですね。これは、配置的にはワムーだけが今下にいるので、できればなるべくこのワムーの狂気に当たらないうちになるべくこのケニー G、マニッシュあたりを削っておきたいという感じですかね。さあどうだ。これである程度ちょっと木さんがついてほしいんですが、あっとそうか、あの回復剤のせいでアイテム数ディフェンスブーストが今マニッシュ発動してるし、マニッシュこれ体力多いですよ。258万入ってんだけど全然減ってないじゃないですか。これは驚きですね。さあなるべく狂気に入らないでほしい。なんだかよくわからないですが、結構入っちゃってますね。ケニー G だけをとりあえず倒した。そして配置は、良くないですね。もう狂気に入っちゃってますね。ターン数が1ですか。1ですか。どうしようかな。これはまた困りましたね。ムダディオのコマンドスキルを使ってしまうと遅延が果てしなくいってワムはおそらく落とせないので過密流しを食らって終わりということで、通常移動でワムの弱点を突きたいと思います。まあマニッシュならギリギリ耐えられると見ましょう。ただ弱点を突くのがちょっと難しそうですが、はい、あーっとやばいかな。あ、なんとか当たりましたね。しかしこれ以上は遅延はできないということで、まあ、なんか配置的には、マニッシュがどこに攻撃してくるかっていうことで、やはりディーパスを守っておきましょう。で、増援。あ、バニラ、なんかやばい。あ、奇襲。これはやばそうですね。まずはマニッシュが、そっちですよね。あー、最悪の位置にバニラ行っちゃった。これは死んじゃいましたか、さすがに。ディーパスが。うーわー。しかも今 D パス狙ってなかったのに D パスに当たっちゃいましたね。この部分はちょっとついてなかったですね。はい、というわけでシーザー登場となってしまいましたが、ここで登場させられたのは痛い。そして4色もなくなってしまったので、それも結構ダメージとしては大きいです。しかもこれどうしたものでしょうかね。バニラを倒さないとまたやられちゃいますので、木の葉の生命磁石でバニラを倒しに行きましょうか。
はい、それしかないですね。とりあえず HP は回復しておきます。これもなるべく狂気に当たらないようにしつつ、打ち出す感じですね。まだリーパスは効いてると思うので、ある程度はいけると思うんですけどね。シーザーはやはり最終ラウンドに残さないとどうしようもないと思うので、今の状況はなんとかこれでいきたいです。うん、なんとかいけそうですね。はい、バニラを倒して、でこの後またワームーをですね、カウントリミットを発動されてしまうので2ターン遅延するという感じになりますね。とりあえずゲージのマックスになったので、あとはワムーの弱点をどういう風にするかですね。あと配置ですね。どういう配置がいいのかはちょっと現状わからないので、うん、まあこの後木の葉の専用磁石をまた使うことを考えれば、まあどこでもいいのかもしれないですね。で、これでカウントリミットで一体倒しました。バニラを倒して。で、この後、マハネッシュをなるべく削っておきたいですが、まあ、とりあえずね、最低でもしなきゃいけないのは、ワームーンを2ターン遅延させることですね。さて、では参りましょう。角度は、あまりこれは関係ないですかね。あんまりダメージは、与えられなそうなので、とりあえずワームーに2回当たったら止めなきゃいけないというだけですね。さて、とりあえずもう2回当たっちゃいましたね。あー、ちょっと早すぎたな。もうちょっと回収したいけど、あんまり欲張ると危ないな。まあいい感じ、もういいかな。行きましたね。もういいでしょう。とりあえずゲージさえあればもういいです。マニッシュに動かれますが、とりあえずリーパスが効いてるので、まだ死ぬことはないと思います。シーザーだけちょっと柔らかいですけど。4500の3回ですね。おお、これはちょっとラッキーですね、シーザーが。というか、これシーザーじゃなかったらやばかったですね。配置が、シーザー以外弱点を狙えないという。で、マニッシュの位置があそこなので、とりあえず回復させておけば、やはり大丈夫な感じですかね。これはかなりラッキー配置になりました。今回は、なんかついてることが多いですね。で、これでマニッシュに動かれるけど、まだ大丈夫ということですよね。で、ここで、ムラディオで、削りに行きましょう。いやー、なかなかこの第6ラウンドは大変ですね。まあ、配置的にはちょっとマニッシュが邪魔ですけれども、まあ、全員当てられそうな位置ですね。で、ワンモアもほぼ取れるので、まあ、ワムーを遅延させても後から大丈夫ですね。2ターン持っていくのが大丈夫ですね。こんな感じでどうでしょうか。あっと、チャカに当たってないかな。あー、これはミスりましたが、まあ一応大丈夫でしょう。ミドラーが。ああ、でもチャカが生きている。これに当たっちゃうとアウトですね。大丈夫ですかね。倒したようですね。はい。なんとか事なきを得ました。で、この後ワムーを遅延させなくてはいけないので、弱点が狙えない位置で止まってほしくない。つまり下ですね。これ下で止まられると、まあでもミドラーを倒してるので、軽くはなってるから、大丈夫なのかもしれないですけども、狙いやすい位置で止まってほしい。上の方で。あんまり下来ないでね。下来ないでよ。あー、そこはまずい。そこは最悪。おお。うん。そこなら大丈夫です。狙えますね。で、これで、2ターン遅延させて、次のキャラに渡したいと思います。
で、これはなるべくですね、次のラウンドに行くときにですね、ゲージマックスの状態で行きたいですね。まあ、船頭さんが死んでしまったので、まあ、一応このシーザーには死神の世界をつけていますので、ある程度の回収はできますが、まあ、開幕何があるかわからないので、一応、マックスで行きたいと思います。ですので、まあ普通にですね、コマンドスキルを使わないで、行った方がいいですね、これは。ジョペリと、ムダディオの体力が一応回復しておきましょう。そして、ムダディオで攻めます。とりあえずここは2回当てるだけなので、まあ、起動はあまり関係なさそうですね。1回、2回と。はい、こんな感じで大丈夫でしょう。で、これ以上当たっちゃうと大変なことになるので、当てられません。で、この後は、まあ、誰でもいいと思うんですが、ただ、ジターンに弱点が狙いにくい位置にワムーは行ってしまうのだけは避けたいので、まあ、シーザーでとりあえず一回行きますかね。あんまりでも上の方に押したくはないんですけどね。うん、重くなるスキル自身は、まあこのワムーは持ってないので、まあ、ミドラーさえ倒してしまえば一応動かせる。という状況にもなってますね。というわけで、シーザーで一回ついてみますか。まず2回当てちゃうと本当に大惨事なので、それだけがね、本当にちょっとデリケートな部分ではありますよね。怖いというべきでしょうか。はい、そして、ナイフディオで削りつつ弱点をつきましょうか。で、ナイフディオ、実はこの、先ほど目玉を若干食らっているアイコンが出てるので、移動距離に不安があるわけですよ。まあ、何個踏んだかは覚えてないので。なので、まあ、直接行かないと、ひょっとすると途中で止まってしまうという恐れが若干あるわけですね。まあ、とりあえず、直接一回当てて、ナイフをばらまきつつ、削ってみます。ばらまきつつ移動ですね。なるべくな狂気に入る前に2回スマッシュしたい。1回、2回。うん。いい感じですね。まあ、この体力ですと、あとはもうナイフのばらまきで押し切れそうなので、普通に弱点を、わーっととっとっとっと、危ない！これ味方のメダルが邪魔になることが結構あるんで怖いですね。はい、というわけで、あとはナイフで削れるのかな？でもなんか凶器の中に入っちゃってるので、一回シーザーでついて、凶器の中から出してからナイフのをばらまいて倒す方が、確実な気がしますね。ですので、シーザーでですね、一回押します。はい。うん。いい感じでばらけての、ナイフばらまき。まあ、これは、さすがに足りると思うんで、まあ、足りなかったら事件ですけども、大丈夫でしょう。3回ばらまきます。1、2、うん。大丈夫でしたね。はい、というわけで、あ、ドロコンがワムーですね。いやー、6ラウンドはきつい。難しい。幸運にも恵まれないと、すぐ全滅しそうですね。うわ、騙し討ちで先制攻撃とか、カードだけ出てきて。なんかこれ、嫌な感じですね。なんかよくある。弱いキャラが最初にできて、その後一気に強くなるっていうパターンの最終ラウンドのような気がします。で、増援が9ですか。多いですね。最後も。今ここで悩んでいるのは、シーザーのコマンドスキルを使うべきか否か、ですね。
とりあえず先制と、ああ、移動終了時にスキルゲージをゼロする。これ、ムダディオとかがリーダーじゃないと、いきなり没収されて、えらい目に遭うパターンですね。そこだけでなんか詰んじゃいそうな感じですよね。うわ、これどうなんだろう。シーザー使った方がいいのかな。これは難しい。これを普通に倒して、あの、ゲージを持ってかれたりしないならば、ここで使わない方がいいんですよ。普通に倒しちゃってから、使った方が一ターン分、シーザーがさらに活躍できるので、大きいんですね。没収されちゃったら、うん、アウトです。下手すると、この4体だと、あの、カウンター無効とかもないので、まあ、ディーバスもいないですし、おそらく、倒せないと思いますが、まあ、没収はないですかね。没収っていうのはそもそも、あの、先制とかでね、没収されたり、あの、敵が倒された時に没収されたりすることはあるんですけれども、まあ、持って帰ることはないと思うんで、まあ、普通に倒しちゃって良さそうですね。というわけで、ナイフディオで削っちゃいましょうか。まあ、ちょっと情報を見てみたんですけれども、わからないので、やはり、行っちゃいましょう。まあ、さすがにね、初回ということで、情報は薄いですね。まあ、これ倒せるとは思うんですよ。そんなに強そうな感じはしないので。うん、大丈夫ですね。さあ、これでどうですか？増援がどんな感じ？それに次第では勝てそうですけども、数が出てくる。東方丈介、シーザーと、西村慶長。恐怖。普通、お、恐怖苦痛ならいけるぞ。ならぬ。うん。そして、あの太陽、なんかよくわかんない。文字が小さかったな。ん？なんだ？何食らってんだ、これ。あ！ああ！ 4 ゲージ持ってかれた。嘘でしょ。何のスキルなの今の。うわ、先制的な没収は初めてですよ。これはびっくり。唯一恐れていたことが起こっちゃったパターンですね。うわ、これだったらシーザーを使ってからさっきの倒すべきだったってことになっちゃいますが。マジですか。いやー。なんか、すごい積んだ感がありますね。なんかちょっと、あれですよね。まあ、とりあえず見てみましょうか。ならぬ。移動終了時にスキルゲージをゼロにする。あの太陽をついに克服したぞ。味方勢力の吸血鬼と柱の音がアタックと移動距離を10分の1にする。さらに味方勢力の吸血鬼と柱の男の数に応じて、スキルゲージが減少するって、これを食らったんですね。そして移動終了時範囲内に固定3万ダメージを与える。なんという鬼のような能力を持ってますね。そして、他も見てみましょうか。東方丈介。ヒットされるたびにコードカウントが減るとカウントリミット。シーザー。うわーすごいな。苦痛5万。そして、スキルゲージ没収と意志の継承。7ヒット目までダメージが1ですね。そして、慶長が、恐怖 80%、4ヒット以下ならスキルゲージ0、死亡時アタック 1.5 倍、死亡時にコンボダメージカウンター。いやー、てんこ盛りですね。てんこ盛りで、完全に積んだ感しかしないですね。いやー、なんか、いろいろ考えてみたんですが、全然なんか、突破口が見えないですね。これ実はナイフディオがね、カーズのアビで移動距離10分の1を食らってるので、しかも恐怖の中にいるのでほとんど動けません。そして苦痛もちょっと入っちゃってますしね。で、シーザーが撃てない。これ本当に前回の、この1、この、ここに入る前にシーザーを撃っておけば、もしかしたら、ジョペリでワンチャンあったかもしれないんですけど、この状態ですともう本当に、どうしようもないですね。何でしょう、ジョースケとカーズがあのヒットをするたびにカウントが2減っちゃうので、もう動けない。
これが非常に辛いですね。そして恐怖 80% があるので、恐怖耐性がないキャラはほとんど動けない。そして4ヒット以下だとダメージが来ると。なんとも厳しいですね。はい、というわけで、おそらくここからはボコボコになると思うので、早回しでいきたいと思います。まあもうちょっと勝ちはないですね。残念ながら。まあ、とりあえず動きまーす。はい。さて、どれぐらいの攻撃力ですかね。ズバッズバッと。126,000。いやー、厳しい。そしてスキルゲージを持ってかれ、固定3万ダメージがそうか。全部に来るんですよね。もう、めちゃくちゃですよね。そして、ジョースケの攻撃力もついでに見れますね。5250、あ、意外に大したことないですね。ジョースケは動かれても、致命傷にはならない。ただ、回復スキルを使われると。まあ一応ですね、最後に木の葉の生命磁石が使えるということで、敵の体力を探ってみましょう。まあ、絶対倒せないですけどね。苦痛と恐怖に耐性があるので、シーザーを使ってればね、倒せたかもしれないんですが、どうでしょうかね。ただ、そんなに減りは良くないですよ。カーズが、多そうですね。他3人はそこそこ削れてるので、まあ、いける感じですかね。ただ、この後の増援がまだ5体いるので、仮にここの3体を倒したとしても、その後シーザーバフがない状態で勝てたかと言われると、かなり疑問ですね。ですので、まあ、実質、シーザーを、もう登場させた時点で負けていたのかもしれないです。あー、でも結構ね、まあ、バフがなくてもここまで削れてますので、ワンチャンあったかもしれないですけどね。まあ、ちょっとわからないですね。はい、というわけで、エキスパートチャレンジ超生物の誕生編を挑んでみたんですけども、残念ながら勝てませんでした。申し訳ないですね。またですね、来たら狙っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。